私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。地上波で見かける機会が減っているのには、こんな理由もあって、綾野剛が地上波ドラマはもうやらない。テレビ局のドラマプロデューサーたちは炎上が起きることを恐れているので、地上波の連続ドラマにはもう出ない。地上波で見かける機会が減っているのには、こんな理由もあって、もともと綾野さんは作品の質にとことんこだわるタイプなんです。地上波の連続ドラマでは、撮影期間や制作費の兼ね合いがあるため、納得がいかなくても妥協しなければならない場面が多々ありますからね。視聴者が満足する作品が作れていないのではないかと数年前から思い悩んでいたと言います。受け取ってくださった方々がどう感じてくれるかだけですから。10月26日、ウェブのインタビューでそう答えたのは綾野剛。新たに発売する写真集、ポトレイトについてコメントを寄せた。写真集は41歳の誕生日である来年1月に発売されます。撮影は著名な写真家の宗城和美さんが行い、撮影期間は8ヶ月、560ページにも及ぶ大作です。オンラインでのトークイベントも発表され、申し込みが殺到しています。綾野といえば、今回に放送されたドラマ、オールドルーキー、TBSK の放送開始直前に、暴露系 YouTuber の口劇を受け、世間の注目を集めたことは記憶に新しい。今も、その影響は少なからず残っているようだ。テレビ局のドラマプロデューサーたちは炎上が起きることを恐れているのでスポンサーがつくし、M やドラマのキャスティング会議では、綾野さんの名前が上がりづらくなりましたね。ただ、オファーの数自体は以前と変わっていないみたいですよ。実際に、10月7日には、来春公開の映画、カラオケ行この主演を務めることが発表されていますし、現在は映画3作品の撮影を並行して進めています。その結果、綾野が出した答えはというと、今年に入ってからは、オールドルーキーが終わったら地上波の連続ドラマにはもう出ないことにしたと周囲に漏らしていました。というのも、もっと海外を視野に入れた活動をしていきたいそうなんです。綾野さんが初めて SNS のアカウントを開設したのは中国の Weibo でしたし、今もそこで出演作品の告知をしてファンを増やしています。地上波でも単発のドラマであれば出演するかもしれませんが、今は世界的に評価される可能性のある映画や全世界に配信されるドラマを中心に頑張りたいと考えているようですね。綾野は18年年の中国映画ハジンコで日本人男優で初めての主演を務めた。今年1月には出演したネットフリックスドラマ新聞記者も全世界に配信されている。世界進出のゴーサインは間もなく。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。